一条家旧時代は、公家の五石家の一つで家族の公爵家の一つである。別称は、東家殿。藤原氏北家石貫家休場流で、鎌倉時代にその家を確立した苦業である。休場道家三男一条左根爪を祖とする。左根恒は、長径で休場家の着流である、京美、時計で二条家の祖である、両美と比べ、父、道家に溺愛されていたため、 彼が創建した一条殿をサ熱根が受け継いで済んだことが加盟の由来。また、同家の出来合いぶりにより一条家には九条流の政治的権威を裏付ける東華道文庫が伝来している。序列は、この家に次ぎ、九条家とは、同格二条家、高塚酒の上位に列した。なお、一条望挙の代理サ熱根の血脈が絶えるが、二条。 吉本の子である共通が一条家を継承した。家紋は一条富士。江戸時代の家禄は、はじめ千国、あと二千五百国へ数を。幕末は二千四十四国。維新後、実家が焼きが公爵に助せられた。別称は、東家伝。室町時代の一条金吉は、成人以外に、学問や、レンガの文化的活躍も残した。また、 戦国時代には一条共謀が応仁の乱を機に所領であった土佐に下校し、文家が戦国大名化し、土佐一条家となった。江戸時代初期、関白一条、明の次男冬本が第五家を創立した。幕末期の当主、一条、忠だの三女、吉子が明治天皇の皇后となった。また、明の実父は雇用税天皇であり、現在の一条家は、 天農家の地を以下の形で引き継いでいる。御用税天皇、一条、明、醍醐冬元、冬、広し、京種、ね、照久、四条高尾、鷹唄、一条美、輝き、京子、十分、佐根焼、佐根綱、一条家、土佐一条氏、小田雄祐二千六、P 五十七、小田雄祐二千六、P 三百二十二、二条、吉本の三乱。 御葉税天皇の第九王子。高津笠某タスクの伐士。寛院宮正し人志の第四巫子。高津笠元樹の養子氏。今出川君久の娘。徳川義信の五代所。四条高唄の七男。最初の夫人は寺良の三女の良子。醍醐忠政の三男。夫人は寺良の三女の良子。後に拝着。利縁大井の飲み門しの子。夫人は。 実家が焼きと良子の次女の京子。ボーイスカウトの日本での創始者、佐野常和に、養子入りし、玲子女王の夫。土佐一条家を再興し、男爵を授かる。九条道公の子。後に実家に戻り文系、西条松平家松平頼常の、養子国立歴史民族博物館の、旧高給料取調べ帳データベースより算出した、幕末期の一条家領は、 以下の通り、ありがとうございます。